なんだ。まあ、でも全然怖くなさそうだけど。ミーフィットは体重が公開されますよ、おすすめ。今体重ね、何キロだろうな。49ぐらいあるよ、多分。48?40?49? あるよ、でも全然。全然体重言うよ。結構太いよ、今。結構こっちいよ。うん。軽くない軽くない全然。言うんかい全然いいよ。50ないの、まあ、50ぐらいじゃない、わかる、測ってないかわかんないやん。細いな、もっと食べなさい。いや、でも、どうだろう。結構むっちりしてるからね。脱げば。まあ、脱いだらわかると思うけど、お風呂一緒に行けばわかると思う。結構むっちりしてると思うよ。うん。細すぎもっと食べろ。いや、言うて細くないよ。健康体だと思う、多分。そう。多分ね。ワイの4分の1やんけ。ちょっと待って、4分の1ってことは、ヒマの4倍あるってことでしょ？ヒマ今、50だとしたら、200キロあんのか？ 200 キロあんのか？結構あんぞ、それ。それは痩せろ。それは痩せろ。やばいだろ、それは。生きてるからな、ヒマは。ちょっとお茶飲んでいい？ゲームの前に。もうそろそろ行くから。ちょっと待って。あ？うぅ、今日は徐行だ。うん。お茶を飲みます！お茶を飲みます！うん、これは徐行やった。ね。よし、それでは、行ってみたいと。ひまちゃんのお腹の音、嘘、お腹の音やった？え、今お腹いっぱいなんだけど、お腹いっぱいなんだけど、え？これびっくりするぐらいお腹いっぱいなんだけど、ほら、見て！あ、見えないわ、今映ってないから。映ってないから見えないわ、ごめん。お腹今丸出しなんだけどね。なんかマシュマロでさ、ひまちゃん。ひまちゃん、本当に太ってるんだね、みたいな。か、マシュマロ4件くらい来たね、そういえば。なんか、BMI を計算で、今までのひまの言葉とあれで、調べたけど、ひまちゃんもうちょっと運動した方がいい、みたいなマシュマロ来たわ。やめなさい、ダメだろ？ペチペチお腹の音を鳴らしちゃダメだろ？え、なんで？ネットリテラシーってやつだった。こんなに嘘つけたらひまちゃんむっちゃむちになってしまう。ひまね、みんなに嘘ついてたことがあって、そういえば。ひまね、48じゃなかった体重。昨日さ、お風呂入った時にさ、久しぶり体重測ったんだよ。普通に52キロあったわ。普通に52キロあったわ。ごめん。嘘ついた、今。普通に太ってたわ。すまん。違かった。更新しといて、そこ。ただ、身長は153センチかもしれんけど、155にしてほしい。そっか、勘弁してほしい。ゆきさん、ありがとう、チャンピオン。ありがとう。ほんま、ごめん。嘘ついてダメなのに。いや、あのね、1ヶ月で4キロって太るんだね。今ね、驚いたよ。さすがに、まあ、それぐらいちゃうみたいに言っとったけど、いや、普通に太ってた。あの、常にね、ひまの体調はね、公開していこうと思いますので、非公式ウィキの方、お願いします。思っとったんやけど、あの、普通にお母さんと喋ってて、なんかお母さんとそんな別に頻繁に会ってんねんけど、なんか今日帰ってきた時に、なんか、あんた、なんかでかなったなって言われて、いや、いや普段やで、普段ちょっと太ったねとか言われたら、なんか別に、え、そんなことないけどなとか、何言ってんのって言えるけど、なんかまじまじと、あんたでかなった、でかなったって言い方
って嫌じゃない？あんたデカなったなってめっちゃ嫌な言われ方、太ったなーとか、あんたデブやんって言われんねんってわかるけど、デカなったなーって、あ、マジかってなるじゃん。そうね、今ね、今年に入って多分おそらくね、3、4キロも太ってると思うんよ。多分これマジやん、ちょっと待ってや。4月やから、去年は50もなかったんだよね。そう、48とかやった気がする。いやー、この大きいよ、なんかどうしようかな、ほんとにすごいね、うわー、こ、聞こえる、これほんまにこう太ってる感じの、あ、これ太ってる感じの音やな、これこれ完全に太ってる音、こう、は、張りがないもんね、ボヨン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 、油断させてるんだよ今のこと油断させて、みんなまるまる太った時に食べる気だろ、いいよいいよ、太ってるから美味しいよきっと、今太ってるな太ってる音してでは張りがないもん太ってるわ、ほないただきますお召し上がれいいの食べちゃうかな、ひま。でもね、みんなのおかげでひますごいね、ご飯食べれるようになったんだよねあの、すごくさ、あの、そう、ご飯を食べれるようになったなんかこんなこと言うとやばいね、やばいけどマジなんだよね、あのね、ご飯がすごく良くなった、ご飯がすごく良くなった、ありがとう、デバイスも良くなり、パソコンも良くなり、目に見えるように太り太ったすごいええもん食って太ったいっぱい太って美味しくなーれ、美味しくなーる、おいし、太って美味しくなる、やはり油断しちてるな今もう体重計怖くて乗ってないもんね。ねえ、ひまがさ、マジで60キロぐらいになってもさ、好きで、いや、嫌いになんないでほしい。あ、もう言わないでおこうかな、そうなったら。で、なんかいつかバレるって思ってて、ゲームのソフトとかで。そう、ならんよ、それは考えさせて、なんで、なんで、なんで、太っての好きって言ったじゃん、なんで、なんで言ったじゃん、やだ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 、グッバイ20万や、嘘やん、20万痩せ型タイプ、お前に、そりゃ嘘にだよ言わなくなったら察するよありがとな、そう、 3D やってる時とかには床のきしむ音とかで退場させてほしい、やったー、ギシやったー、ギシ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 みたいな
大丈夫か。まあ今日も一日な、楽しかったし、まあ次もまたポケモンやるか。次は30レベルまでだからな。まあ頑張るか。よいしょっと。あら、配信がついてるとは。あー、仕組みがよくわかんないんだけど、ちょっとレアカラーでもう持ってるってこと、すでにみんな。え、みんな手持ちのペンライトをお持ちってこと？持ってるか、もしくはあのドンキホーテとかで仕入れで来る人もいるんだね。ペンライトお持ち。お持ちのペンライトお持ち。お持ちじゃん。デブ。デブって言った。はいデブって言った。はいデブって言った。ね、怒ってよちょっと。おいデブって言っちゃダメだぞ。ポチャポチャ。人間は傷つきやすいんだぞ。おい言っていいと思っているのか。おい。ねえ。ごめんねごめん。うんいいよ問題ないよ、ね、デブだし。会場付近の会場付近のペンライト売ってるところはね、ちょっとみんな気をつけた方がいいかもしれない。なんで？あーいいね。いやだってみんなペンライト買うかもしれないから。どういうこと？ぽよぽよ。はいはい。ちげえよ。パラ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 、ロキナー待って、本当に何これ、おっさ、ヒマいつから重量級になったの？リアルの体重と比例してる、まさか。確かにあの時は痩せていた。キッド今の体重いくつだ？あ、体重を聞くなんて、しかも配信中にそんな失礼な話。あってたまるか。55キロ。55キロ。55キロです。で2回言うね。3回。確かにね、いや、あのね、森なんか細いんよ。カリンチョリンすぎるんよ。いや、そんなことはない。一緒に寝た時カリカリだったじゃん。そうだね。めっちゃプニプニだったしんちゃん。え？なの？いやならない。もうゴール消滅してる。ダメだやっぱり。ゴーさんルンパッパ体重だからちょっとさすがにきつかったみたいな。ルンパッパやねん。ルンパッパさすがにきつかった。55キロやけど。なんか事務所に貼ってあったんやけど、ひまわりダイエット道。笑ったんやが。あれやろ、毎回事務所行くたびに体重測って載せてるやつ。そう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 、今ちゃんの体重が事務所に貼ってあるんやな。そう、体重計をね、事務所に持ってって。あ、そうなんや。あるから事務所に。それでね、いやいや、意識高いのは。そう、今しめ。どんどん太ってます。ゴールさんから始めてるからね、あれ。増えとる思って。そう、あっ、あ、え、いけた、ギリセーフだ。直角やな、ショートやな。やばい、わかんなくなってきた。そういう角とか作ってたもんね、前ね。はい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 。体型忘れ、体型コメントに、体型変えたいな。体型変えるのか。おい、わかってるな。わかってるな。よしよし。お前ね、どんぐらい？どんぐらいで？ゴングじゃん。いや、それクザに任せるな、クザ。いやいやいや、クザな、クザな、クザ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 、分かってるな、クザ、クザ、クザ、手がプリプリ、クザ、クザ。ちょっと待ってよ、どっちだ？本能のリサイクル。本能のリサイクル。身長153センチで、はいはい、どんぐらいやん。あ、俺こんぐらいだった。うん、そんぐらいやね。だから結構半分より下よ。うん、ここ。あ、なるほどね。なるほどね。まあ、こんぐらいで。まあ、所要範囲。許容範囲やな。ちょ、何、何、今、黄色、黄色、黄色。はい、できました。イエーイ。